ベルプチー選抜決定戦第1ラウンドを見事通過し、第2ラウンドに進むメンバーを発表します。第1位、ひなたちゃん。本当に第1ラウンドありがとうございました。100% で頑張らせていただいたんですけど、第2ラウンドは 150%、 そして 200% 出して全力で頑張って、また1位目指します。パパママ大好き、ありがとうございます。続いて第2位、まほこちゃん。第1ラウンドすっごい悔しいので、第2ラウンドでは1位目指して頑張ります。第3位、ひよりちゃん。第1ラウンドでは自分を出し切れなくて緊張してしまくりだったので、第2ラウンドでは自分を出し切って絶対1位になります。頑張ります。第4位、第5位、なのちゃん。第1ラウンドでは自信がないスタートだったんですけども、第2ラウンドに来るまでにファンの子からの応援いただいたりだったりとか、仲を深めたりして自信もやる気もつけてきました。絶対1位と言いたいです。頑張ります。第6位、こごみちゃん。第1ラウンドより成長した姿を皆さんに届けられるように、こごみスマイルを向けてみんなをハッピーにできるような選抜決定戦を過ごしたいです。よろしくお願いします。第7位、みなとちゃん。第1ラウンドでは納得いかない結果だったので、合宿で絶対に結果を残して三浦選手らしく終われるように頑張ります。お願いします。第8位、デミちゃん。第1ラウンドではたくさん辛い思いをして実力を発揮できなかったので、第2ラウンドではもう自分の努力を全部出し切って笑顔で終わりたいです。最後まで頑張ります。第9位、りのちゃん。第1ラウンドでは上位に行けなかったので、この第2ラウンドのチャンスを絶対に無駄にしないように全力で頑張ります。よろしくお願いします。第10位、セイラちゃん。全力で楽しみ、全力で挑み、成長できる2日間にしたいです。頑張ります。復活メンバーの発表です。総合順位10位以内のメンバーを、ネタ11位から17位のメンバーで、TikTok 投票が1位、ミクチャ投票も見事1位のメンバーが復活になります。こちらも1位だった、奈々ちゃん。第1ラウンドでは2次審査で脱落してしまったんですが、まあ、一から全力で頑張りたいと思います。頑張るぞ。続いて、残り1人の、第2ラウンド進出者を発表します。TikTok 投票、ミクチャ投票ともに合計のポイントが2番目に多かったメンバーが最後の復活メンバーになります。ひかちゃん。第1ラウンドの最後の最後で脱落してしまって悔しい思いをしたんですけど、敗者復活で視聴者の皆さんに協力してもらってここまで戻ってこれたので、その分視聴者の皆さんに恩返しができるように第2次ラウンドも精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ということで、以上ここにいる12名が第2ラウンド進出となります。改めておめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、自分の順位とか点数は多分聞いてると思うんですけど、ちょっと改めて、1位から順に順位の点数を、発表したいと思います。1位のひなたちゃんは、実技ポイント1位、ウェブ投票1位、 TikTok 投票1位、ミクチャ投票2位の、合計2148万8538ポイントで、1位になります。ありがとうございます。ありがとうございます。まほちゃん、実技ポイント2位、ウェブ投票4位、 TikTok 投票4位、ミクチャ投票が見事1位で、合計得点が、1893万6200点になります。ありがとうございます。3位のひよりちゃん、実技ポイントが7位、ウェブ投票2位、 TikTok 投票2位、ミクチャ投票3位で、合計得点が1,400.6万4,497ポイントになります。はい、ありがとうございます。4位、デリカちゃんが、実技5位、ウェブ投票3位、 TikTok 投票3位、ミクチャ投票6位の、合計1,374万6,627得点
ポイントになります。5位、ひなおちゃん。実技が4位、ウェブ投票が6位、 TikTok 投票5位、ミクチャ投票が5位、合計得点が1279万5259ポイントになります。ありがとうございます。6位、ここみちゃん。実技6位、ウェブ投票5位、TikTok 投票は8位、ミクチャ投票4位、で合計得点が1198万1359ポイントになります。ありがとうございます。みなすちゃん。実技3位、ウェブ投票10位、TikTok 投票が9位、ミクチャ投票7位、で合計得点が1110万2711ポイントになります。ありがとうございます。ジェニちゃん。実技8位、ウェブ投票12位、 TikTok 投票12位、ミクチャ投票8位で、合計が786万4265ポイントになります。みのちゃん。実技10位、ウェブ投票9位、 TikTok 投票7位、ミクチャ投票10位、合計が766万7786ポイントになります。ありがとうございます。セイラちゃん。はい。実技9位、ウェブ投票8位、 TikTok 投票11位、ミクチャ投票11位で、合計得点が、739万5542ポイントになります。ありがとうございます。ナナちゃん。はい。ナナちゃんは、実技が15位、ウェブ投票7位、TikTok 投票6位、ミクチャ投票9位で、合計得点が584万5458ポイントになります。ありがとうございます。で最後にルカちゃん。はい。実技ポイントが14位、ウェブ投票11位、 TikTok 投票10位、ミクチャ投票が13位で、合計が433万8893ポイントになります。ありがとうございます。まあ、ポイント数多分初めて聞くと思うんですけど、まあ、意外と接戦だったなとか、意外と離れてるんだなとかいろいろ思うことがあるかもしれないですけども、まあ、ちょっと今後の参考にしてもらえればなと思います。はい。で、改めて皆さん1次ラウンドの通過おめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんすごくよく頑張ったと思うし、今日ここに至っていることを、まずは自分を最後まで諦めずに頑張ったことを全員込めてあげてください。ありがとう。多分もっと頑張れたなとかいろいろ思うことあるかもしれないけども、最後までなんだかんだみんなちゃんとやったっていうのは間違いないと思うので、まあ、それだけでも、素晴らしいことだなと本当に思ってます。なんか大体やっぱ諦めちゃうとか、大体人間っていうのはこれはもう大人でもそうだし、僕らはもう社会人でもそうなんですけど、本当多分 98% ぐらいの人は多分自分にストッパーをかけちゃうというか、どうせ自分なんか無理とか、私なんて俺なんて勝てるわけないとか、そういうことを、まあ、大体の人間っていうのは考えながら、まあ、生活してると思うんですけど、それでもまあここに最後まで立つためにみんな頑張ったっていうことは、そこのストッパーをある意味自分を騙して、やったっていうことが、まあ、間違いなくその結果に表れていると思うので、そういうことができているというのは、さっき 98% で大体ストッパーできちゃうって言いましたけど、その 2% に残っているっていうレベルのことだと思う。本当にすごいことだと思います。なので本当に自分を褒めてあげてほしい。で、まほこちゃんとかね、ミクチャーなんていつかパワフルで始まったのに、まあ、それでも1位、ミクチャー1位取るっていうのは多分尋常じゃない。そう。で、ひなたちゃん、ゆうちゃん、ひなたちゃん、研究生を今年4月に入ったのに、まあ、1位、3位、4位に入っているっていうのは、先輩に負けないぞっていう、先輩に負けるわけないっていうふうに、考えられるっていうのも、まあ、それも普通じゃないことなんで、それも本当に自分を褒めてあげてください。ありがとうございます。でね、みんなそれぞれ、こんちゃんもみくちゃんすごい頑張って、なんかいろいろ作ってたし。で、みなすちゃんもジェインちゃんも最終日の売り上げもすごかったし。で、りのんちゃんも、TikTok とかね、すごい狙って、結構ね、みなみちゃんの曲とかでなんかバズってたし。
で、セイラちゃんもナナちゃんもルカちゃんも諦めずにずっとやって続けたっていうことはそれぞれ間違いないんで、自分の中では何か足りなかったなとか、これにできてないとか、ひなつちゃんもおちゃんすごいなとか思ってたりするかもしれないけど、まずはその自分を褒めてあげて、で、その時の反省とかもっとこうすればよかったっていうのは多分それぞれ思ってたりすると思うの で、それを20代もぜひ生かして合宿で頑張ってもらえればなと思います。はい、はい。僕ら審査員もいろいろ厳しすぎとか言われますしって言われてますけど、それはでも皆さんに対しての、愛情もあるし、皆さんの成長につながればなと。この選抜決定戦自体も、順位を決めるものにはなりますけど、順位以上にみんなの成長の方が大事なので、そこに向かって僕らも真剣に向き合っていきたいなと思っているので、2日間よろしくお願いします。お願いします。第2ラウンドは皆さんには事前にお伝えしましたが、1泊2日でこれから合宿を行います。では、改めて審査項目を発表します。1つ目がダンス審査、2つ目が個人面談。合宿を通して皆さんの力と選抜生にかける思いを今回は見させていただきます。ポイントについての説明です。第2ラウンドでは第1ラウンドで獲得したポイントを一切反映しません。メンバー全員が同じラインからスタートすることとします。第2ラウンドの実技ランキングによって得られるポイントと、期間中に行われる視聴者投票による投票ポイント、この2つの合計ポイントで総合順位を発表します。第1ラウンドで得た反省を生かして皆さん頑張ってください。こんにちは、ひなたです。はい、ひなことひなたです。なんとですね、さっき第2次ラウンドの審査が届きました。緊張でちょっと不安が増しました。まず一つのダンス審査です。ダンス審査はですね、私の大先輩である星野ゆなちゃんのですね、女の子が恋の手錠をかけたら逃がさないっていう、最近リリースをされましたセカンドシングルなんですけど、そちらでダンス審査をします。そのメルプチオーディションの時に可愛くてごめんのダンス審査があったと思います。で、私はダンスは妹に絶対に負けませんと宣言しときながら負けちゃうというとても悔しい結果を残す審査となりましたで、ね、見ました。なので今回は負けてられないと。で、今回もグループでまたそのダンスをするということで、そちらのグループもですね、その前回の第1ラウンドの写真審査の時に、グループワークの時にちょっとなかなか自分の納得いくような写真が撮れなかったということで、そこにもちゃんとチームワークを見せれるように頑張っていきたいなと思います。そのためにね、内容を聞いてから今練ったりとか、前回は表情とかもね結構なかった、それで妹に負けてしまったというところもあったので、表情筋をめちゃくちゃ鍛えながらたくさん練習をしようと思います。絶対に妹に負けません。本当に今回のダンス審査は絶対に妹に負けたくないので、絶対に負けずに頑張りたいと思います。そしてですね、あともう一つは個人面談があるということで、自分の夢についてだったり、なんで選抜制になりたいのか、そのために自分が努力していることなどをスタッフさんとか審査員の方にアピールするということですね。おお、ちょっと正直なこと言うと不安がまたまた一つ重なったという感じではあるんですけど、私的には不安が重なるからこそめちゃくちゃ頑張れる気がするんですよね。頑張ろうという気持ちにもなるし、絶対に1位になろうとか、絶対に妹には負けないとかっていうふうに思えるので、本当にありがたいなと思います。リベンジをさせてくださるということなので、絶対にいい結果を残してダンス審査、そしてダンスもね3歳から習ってるということで、その強みを存分に生かして頑張りたいと思いますので、応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、研究生のひなのです。第1ラウンドが終わってから結構日にちは経ったんですけど、私的にYouTuber 力審査が本当に悔しくって、でその審査を見てる中でここ真似したいとかそういうことが思って、それを家でまとめたんですよ。なのでそれをせっかくなので動画で見たいと思います。まとめるにあたって過去の YouTube とかも
見返したわけでもないんですけど、頭によぎったりとか、確かにこの子もそうしてたなと思うことがあったので言います。一つ目が、自分だけじゃなくてメンバーのキャラを成り立たすというか生かすような振りをするっていうところです。これは YouTube で言うとレイナちゃんが日和にあのモーニングルーティーンの時かなにやってたんですけど、日和だったらあえてこういうボケのような要素のあるコメントを言ってくれたのなって思ったような振りを言ってるんですね。私は結構自分でパパパってなんか回しちゃう癖があって、今までメンバーを それだけ信用して回してたかな、信じてその振りをしてたかなって思ってやったことがなかったんですよ。で、みなっちゃんも日和に対してあの審査の時にやってて、私はそこを絶対に真似したいなって思いました。で、いつも仲良く仕事やってる仲間にもその YouTube で撮る時何気をつけてるって聞いた時に、自分だけじゃなくて周りのことを考えて自分の横にいる人がものすごいいいリアクションしたりとか発言した時にその人を切り抜きたくって、もうその横にいる自分が笑顔じゃなかったら一緒に切り抜けないじゃないですか。でもここだけで切り取ることって YouTube できないから、絶対に横じゃないと。それによってそのね、相手にも迷惑がかかっちゃうし、だから本当に YouTube って一人でできないからこそ絶対そういうの考えないとダメだなって思って、これからまた他のメンバーの YouTube の活動、あの言動とか見てみたりとかして研究頑張ろうと思います。審査もう絶対しないと思うんですよ、 YouTuber 力審査。でも私的にすごく悔しかったので、次から絶対これを気をつけて絶対直そうと思って、なのでその人を生かすようなコメントとかを学校でやってるんですよ今。本当に学校でやってて、なのでそれを今頑張ってます。もう審査ないかもしれないけど、自分的に本当に悔しかったので直したいので頑張ります。こんにちは、ココミです。今6位という結果をいただいたんですけれども、前回が3位ということで結構下がってしまったなっていう印象はあるんですけど、みんなの投票とか実技とかの合計ということでやっぱり感謝しなければいけないところがたくさんあるなっていうふうに思っています。すごいびっくりしたのが、この第2次ラウンドが1回順位がフラットになるっていうのがすごいびっくりして、今までやってきたことがゼロになるっていう考えじゃなくて、今までやってきたことを生かして第2次ラウンドで頑張らないといけないんだなっていうことを感じました。ということで、ちょっと明日から合宿に向けて、短い期間ではあるんですけど、何を頑張っていかないといけないのかっていうのをちゃんと自分で把握して確実に行動できるように頑張っていきたいです。頑張ります。実は今日の朝に審査内容とか明日の予定についていろいろ届いて、明日の合宿での審査が個人面談とダンスだったんですよ。私ダンス得意分野なので、これはかますしかないなと思って、まず明日実力審査でどれぐらい覚えてきたかをチェックみたいな感じなんですけど、次はそれを知って、もうずっと前から全身鏡が欲しくて、そのダンスの練習とかのためにも、でやっと全身鏡を買いました。やる気満タン、マジやる気満タンということで、今からもう早速、今夜なんですけど、いや初練習ではないんですけど、もうもっと完璧にして、もう完璧な状態で明日の合宿に挑みたいので、ダンスの練習をしていきたいと思います。こんにちは、研究生のりのんです。今から私の心境についてお話ししたいと思います。不安な気持ちと心配っていう気持ちと、もっと頑張らないとなっていう気持ちがあります。この選抜決定戦期間中に、なんかもう自分はもう無理だなって思いかけちゃったこととかあったんですけど、毎日そうみんながコメントとかで、りのんちゃんならいけるよとか、応援してるよとか、最後までりのんちゃんを見守るよって言ってくれたおかげで、私も元気が出て、最後まで絶対諦めずに頑張ろうって改めて思いました。本当に感謝しかないです。意気込みは、どんな結果であろうと私は最後まで笑顔で
乗り切ります。もちろんこれからの自分のためにも精一杯頑張るんですけど、それ以上に応援してくれたファンの子に恩返しをできるように頑張りたいです。第2ラウンドも頑張ってくるので、皆さん応援してくれると嬉しいです。頑張ります。一回脱落しちゃって頑張って復活できたので、次はなんか今までのランキングとかを全部リセットらしいので、また一から全力で頑張りたいと思います。これなんか幸運が気になるやつです。それにちょっとお祈りしておきます。今日の朝に審査内容を送られてきて、今日今携帯からテレビに映し替えて踊ってたんですけど、むずいです。なのでダンス頑張ったり、あとはなんかみんなに踊ってる時に絶対に笑顔の方がいいって言われたので、笑顔したいと思います。頑張りたいと思います。今さっき第2次ラウンドの更新が分かったんですけど、敗者復活することができて、今とてもめっちゃ嬉しいです。敗者復活できたのは視聴者のみんなのおかげだし、ファンの子もたくさん拡散してくれたり協力してくれたので、その分の恩返しをできるように第2次ラウンドで楽しみつつも全力を出して頑張りたいと思います。みんな本当にありがとうございました。